先駆け音楽番付8。こんばんは、フジテレビアナウンサーの平井亮です。今週はとっても素敵なゲストにお越しいただきました、ユンホさんとチャンミンさん、東方神起のお二人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今夜は東方神起のお二人にたっぷりとお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今夜も先駆け音楽番付スタート。さあ皆さんお待ちかね、改めまして東方神起のお二人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2004年、東方の神が起きるという名を冠し、母国韓国でデビューを果たした5人組東方神起。ダンス、コーラス、スタイル、キャラクター、すべてが高い次元で融合。完璧とも言えるそのエンターテインメントに、日本のみならずアジア中が熱狂。さまざまな音楽賞やチャートを席巻した。2010年、破竹の勢いで快進撃を続けるスーパーグループが突然の活動を休止。アジア中が東方神起の存続を強く願った。そしてユンホ。チャンミン、2011年再始動、東方神起。彼ら自身の東方神起への熱い思いから二人での再始動を決意。およそ1年ぶりに帰ってきた彼らに観衆は熱狂。こんばんは、東方神起です。新生東方神起の2人は圧倒的なパフォーマンスを披露。新たなる存在感とパワーを日本のファンに見せつけた。先日開催された SM タウンライブイン東京、すごく日本のファンも待ち望んでいて、かなり会場は悲鳴のような歓声だったというふうに。本当に暑かったです。久しぶりにそのファンの方の前でっていうのはいかがでしたか？もちろん嬉しかったし、そして皆さんが本当に大きな声援をしてくれたので、これが本当にステージだっていうのを久々に感じたんですね。せっかくの今までのライブだったので、ちょっと緊張してたんですけど、やっぱりファンの皆さんの前に立つとなんか元気をもらって、そうですね、すぐ楽になりましたよね。チャンミンさんでも緊張することってあるんですか？結構ありますね。結構緊張しいですか？緊張するんだけど、表情はですね、プロだから、はい。そうです、ポーカーフェイスです。恥ずかしいんですけどね、ポーカーフェイスです、同じ事務所に所属する韓国の人気アーティストが一堂に会した SM Town Live in Tokyo。ボアさんや少女時代さんとライブされてましたが、はい、どんなライブになりましたか？たくさんの皆さんがしている、ボアさんだったり、少女時代の皆さんだったり、仲間たちと一緒に、まだ日本で活動してないアーティストさんたちと一緒に日本でこういうライブができるようになったのがすごく光栄でしたよね。そうですね。東方神起再始動第1弾となる待望の新曲が Why Keep Your Head Down。どんな楽曲になったか改めて教えてください。恋した彼女と別れた男の人の切ない気持ちなんですけど、それを乗り越えていきたいと思う、その男性の気持ちを歌った曲です。ちなみにヨウムさん、そんな経験したことありますか？ありますよね。ありますか？あら、爆弾発言じゃないですか？ありますか？ありますよ。はい、ホワイで特にお気に入りの歌詞、なんてなんてなんて言う、ちょっと繰り返すところがあります。まずちょっと魅力的に感じれる部分だと思うので、愛した方が罪か、苦しむ方が罰かのフレーズが特に印象に残ってます。それ、僕もチャンミンが今言った部分がいいと思います。変えちゃいますか？じゃあ東方神起のお二人が最近ハマっていること、マイブームあったらぜひ教えてください。ハマっているものは iPad ですよね。へえ、はい、なんか移動するとき近くあるじゃないですか。それでその中でゲームとか、音楽を聴いたり、いろんなものができるので。ゲームはどういうゲームされるんですか？ヒルドラーナーというディフェンスゲームなんですけど、ハマってますね。そうですね、特にチャンミンが、は
はい、本当にハマっちゃって、はい、1日の中で 80% ぐらいがそのゲームに。あれ仕事は 20% ぐらい、仕事以外移動したり、あのメイクやってもらったりする、あのそういう時間があるんじゃないですか、はい、結構ありますよ、体育の時間が。そういう時にゲームをやりますけど、それが 80% ぐらいになりますよね。本当に集中力がいいんで。本日の先駆けは引き続き東方神起のお二人とお届けします。続いてはとってもキュートな真野恵里奈さんの登場です。可愛くて便利なキッチンアイテムを探しに出かけたということですが、それではどうぞ。この後東方神起がさらなるびっくり発言、うん、仲間由紀恵さんがすごく綺麗だったみたいです。東方神起のお二人と過ごしてきた今週の先駆け音楽番付、いかがでしたでしょうか。それでは来週も先駆け見てくださいね。バイバイ。バイバイ。